はい、皆さんこんにちは、白金ベースです。はい、今回はちょっと QD サイレンサーってあるでしょ、これ CQBR とかよくつける、まあちょっとその新旧の違いみたいなのをご紹介できたらなと思います。昨今出回ってるやつかな、まあ昨今ってこの10年ちょっとぐらいの間に出てるやつが、まあ VFC のこれですね、この QD サブで、だいたいまあこの形で、ここ横側のテンションがかかってて、これ下げてこのロックを外すと、上に上げて、まあちょっとやってみましょうか。こういう感じですね。で、これ下げてロックすると。で、こっち反対側のレバー、さっきのレバーを押して、これ引っ張り上げてロックを外して抜くというシステムになってるんですけど、実はね、まあこれ実物とかの話をするとですね、まあこれが普通だと思ってたんですけど、旧型があると、これの実はで、まあもう20年以上前かな、G&P ってあると思うんですけど、メーカーが G&P がレプリカで出してたのがこいつなんですよね。まあまあパッと見はね、そんな別に一緒じゃんって思うんですけど、よく見るとこの先端のね形状、こっちがVFC で、こっちが G&P、 ちょっと先端違いますよね。平べったいのと丸みがあって、ちょっとこう出っ張ってるっていうか。で、このよくよく調べていったら、まあこの G&P が昔出してた形が初期型みたいなんですよ、どうもね。で、この構造もちょっと違って、VFC は左手側にこのレバーがあってロックを外すと、で G&P のはこのレバーみたいなのが右側についてるんですけど、これはなぜかあんまりそのスプリングのテンションとかがないんですよね、こう下げられるような、もうここの上のこのパーツだけで、ここにテンションが入ってて引っ張って、まあかましてロックするっていうだけの感じなんですけど、こういう感じですよね。もうこれだけなんですよね。まあいいのか悪いのかちょっとわかんないですけど、まあこういう感じです。だから意外と、なんだろうな、 G&P は旧型を再現してくれてたんだなっていうのはね、これ今見かけないんですよね。まあたまたま自分も、まあまあ結構前になりますけど、ショップのね、なんかジャンクパーツが入ってるカゴの中でたまたま見つけて、これ2000円ぐらいでちょっと手に入れたんですけど、これ今 VFC のね、まあこれ後期型で、まあどっちも使ってるんですけど、この初期アフとか、まあ、イラク戦争とかどっちのバージョンもあるんですけど、ちょっと初期型っていうのが嬉しくないですか。でね、このVFC のは、まあ、こっちの方が使い勝手は全然いいんですけど、高いんですよ、これ、今。
まあ何年か前はね、2、3年前ぐらいまではこれ9800円ぐらいだったんですよね。で、昨今のこのなんかね、値上げのあれで、なんていうんですか、めちゃくちゃ値段上がってまして、今1万5000円ぐらいします。なんかどういうことっていうぐらい値段上がってるんで、なかなか安く売ってるとこもないでしょうしね、そこまで上がっちゃうと、まあ多分こっちしか現状手に入らないと思うんですけど、もしねオークションとかメルカリとかどっかショップの中古パーツのとことかでこの旧型見かけたら、皆さんぜひ買った方がいいですよ。まあ、見分け方としてはこの先端、先端が平らな方、平らな方でこのなんか銀色のロックのパーツがあの右手側についてるやつ、これを目印に探してもらうといいかと思います。まあそんなプチ情報でした。それではまた次回の動画でと思いましたが、ちょっとここで忘れてました、告知を一つ。来たる5月の19日、第3日曜日かな、あの毎年恒例のゆるナム、ボリューム7が開催されます。で、場所はまあ前回前々回と同様、佐賀県の、佐賀市のフィールド佐賀大和さんというところで行います。それはまた後でね、あのちょっと貼っつけておきますんで、概要欄にも貼ってきますんで、まあ、チェックしてもらえたらなと思います。で、あの私以外にもあの X とかね、あのインスタ等であの知り合いなんかがとか、うちのチームの人間とか一応こう宣伝告知はしてますんで、まああの各配信者に直接参加希望のメールとかをしていただければいいかなと思います。もちろんこの動画のコメント欄でもいいですし、私のインスタ、X、Facebook 等に連絡していただいても構いません。で、詳細はね、またあの概要欄とテロップ入れておきますんで、まあ、そちら見ていただければと思います。まあ、ナム戦にちょっと興味があるなとか、やってみたいとか、いう方ね、割とこうちょっとサバゲー寄りの内容の、あのイベントになってますんで、結構楽しめるかなと思います。まあ振るってご参加していただければいいんじゃないかなと思います。はい、まあそんなところでしょうか。はい、ではまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ではでは。